暖色と寒色寒色は色の種類で四角から寒い印象を与える色。青もしくは青に近い色から受ける。比較的交代して見えるので別名を交代色という。感触という語は公開されやすいが感触とは青や青に近い色といった青系の色ということではない。紫あるいはそれに由来するものを紫系の色のうち涼しさを感じさせる。 タイプの色のことを言う。より競技には青のイメージが強い色のことを指す。例えば青緑も青紫も墨色も藤色も感触に分類される。感触は視覚的に副交感神経に作用し興奮を沈めたり食欲を減退させる効果を持つとしてカラーマーケティングの現場で利用される。実際に 室温や間取りなどの条件が同じ部屋に何人かの被験者に出入りしてもらうという実験では、寒色系の壁の部屋の方が体感温度が2摂氏3度低いという結果が出た。また、別の条件下で今の室温は何度だと思いますかの一文を液晶カラーモニターに表示される背景色を変えて質問するという実験では、赤と大色では実際の室温に近かったのに対し、 寒色系及び黒、白色の場合の回答が実際の室温より摂取5度前後低かった。銀行や病院の待合室に寒色系の色が使われることが多いのは時間を短く感じさせる効果を狙ったものであると同時に寒色系などの色が誠実さや清潔さを感じさせるからという理由が大きい。紳士服の売り上げでは就職試験に出向く。 男性学生の背広で最も売れ行きがいいのが、紺色で、警備員や警察官の制服の色も日本に限らず、アメリカやフランスなど多くの国は、寒色系である。こうした効能はかなり文化的な影響を受けており、例えばヨーロッパでは15世紀に至るまで青は、暖色だったし、ゲーテの時代でも青には、暖かいイメージがあった。現在でも、中東地域では、 青は灼熱の砂漠の空をイメージさせる暖色であり、青い塗装の扇風機を売り込んで惨敗した電気メーカーの逸話もある。また、古代日本においては、寒色と暖色の境目は現在は暖色である、黄色と大々色の間に設定されていたという説がある。燃焼時の発色が赤や大々や黄色といった暖色系の色の炎よりも青や水色といった、 寒色系の色を出す、炎の方が高温である。暖色、寒色といった感覚とはちょうど反対なので注意する必要がある。ありがとうございます。